皆さんこんにちはただいまに第148回日商簿記検定2級に関する回答速報を開始いたします、えー、担当はレックの富田でございますどうぞよろしくお願いいたします はい、えー、ではですね、えー、本日実施されました第148回に関する、まあ2級の試験に関するですね、えー、回答速報ということで、まあ一時、えー、失礼、お時間おおむねですね、1時間、えー、弱、1時間弱に30分程度、 いただきましてですね、えー、本日皆さん方にご回答いただきました第148回に関する要点要旨をですね、まあ、少しお話をさせていただこうと思っております。でまずそれに付随する形でございまして3級の回答速報も合わせてお聞きいただいた方はあご承知だとは思うんですが、まあ、2級だけの方もおいでになりますので一応ご案内をします。あのー、私どものホームページにはですね、えー、本日の試験を受けてですね えー、レックの方で私どもの方で作成いたしました回答速報をアップさせていただいております。でこの回答速報に関しましてはですね、まあ、私どもが考える模範回答とあとはですね、まあ、特に論点になってくるのは第2問以降かな第2問第3問第5問あたりになると思うんですけどあのー、これね模範回答だけじゃなくて予想の配点箇所。 これもですね合わせて、えー、付させててて付さいいいただいているというとうころになりますでまあ第1問とか第4問は仕分けの問題ですから、まあ、基本的に、えー、配点自体はこの通りいくだろうなとは思うんですけども、あのー、あくまでもこの配点箇所というのは私どもがあ問題の傾向を勘案した結果予想としてつけさせていただいているものでございます。 あすなわち日照の本試験採点においてですね実際に日照さんの方が設定してる配点箇所とは必ずしも一致しません。えー、残念ながら、まあ、そこは公表されておりませんので、えー、私ども知るすべがない。で、ね、知るすべがないので、まあ、実際どういう形になるかっていうのはね、えー、分からないところになるんですけどもただ一般的にね過去の傾向等々を勘案すれば、まあ、おそらくこういったところにこの程度の配点はつくでしょうと。 おいう前提でですね予想のもとつけさせていただいてるのが配点箇所特に第2問第3問そして第5問になりますあですからまあ私どものですね模範解答を使って、えー、自己採点とおやりいただいた結果がですねあの必ずしも本質点の採点結果とは一致しないということはお知りおきをいただきたいんですねえー、したがってまあ概ねですけどあ自己採点の結果に対して プラマイ5点程度の幅を見ていただきたいし、まあ、もうちょっと安全策を講じるんであるならばあ10点前後の幅あプラマイ10点前後の幅でですね、えー、状況というのは予測をしていただくと、まあ、こういう前提でご活用いただいた方がいいかなというふうに思います。あですから、まあ、実際問題としてですね、えー、私どもの模範解答を通じて自己採点にやったらば64点とかで終わっちゃったと。 ダメかなと思ってたら実際の本試験の結果通知は合格になってましたということもありえますんで、あのー、あくまでもこれは予測です、えー、ですから、まあ、基本的にはプラマイ5点ぐらいの幅で十分だとは思うんですけども保険の意味も込めれば、まあ、プラマイ10点ぐらいはね見といていただいた方のがいいだろうというふうに思いますんで、まあくまでも参考として配点箇所はご活用いただきたいと思います。 で模範解答自体はですね基本的に今のところ変えるつもりはないので、えー、まあこのまんまいああこうかなというふうには思っておりますんでね、えー、まあそちらのご活用、ね、回答速報自体のご活用については今私の方でご案内をさせていただいたことを念頭に入れていただいてですね、えー、確認チェックというのをしていただくとまあよろしいんではないかというふうに思います。 で、えー、その前提でですね、<laughs> 今日の第148回の2級検定試験、うーん、どうですかね。まあ皆さん方、やっていただいて、いろいろご感想は終わりになると思います、えー。でね、そうだな。まあ今回のこの問題に関しては、前回もちょっとその嫌いは強いんですけどね、 あのー、ちょっと全体的にどうなのっていう評価が正直言ってかなりしづらいのが今日の試験かなっていうのが、まあ、僕の感想です。で実際皆さんも問題やっていただいてお分かれの通りですね、まあ、今回の本試験において、まあ、ネックになるのは間違いなく第3問の連結なんですね。で連結会計がいわゆる総合式、えー、連結の論点だけで一つ問題作ってきたというところがあるんですが。 まあ正直言ってこの連結会計をですね現段階で一通り全て解ききるというのは一般論でいうとかなり厳しいんじゃないかなっていう気が僕は個人的にはしてるんですよ。あーというのもまあ回答用紙自体も連結生産表ねえ有形式のものになっておるんでまあ一般的にはね確かに連結会計ってのは帳簿がありませんから全ての手続きが個別材料を起点として 全て連結生産表今回まさに作っていた,いた生産表の上でデータ把握についいてははするるという特性はあるんですね、まあ、ですからある意味連結生産表を出すというのは一つの考え方なんだろうなという気はするんだけどただこの連結はねあの、まあ、実際皆さん方の問題解くにあたって結構ご苦労されたところもあると思うんですが連結でいうと第2年度なんですよ。 ねまあとで具体的に話しようと思うんですけど連結第2年度ですからいわゆる開始分けの領域、えー、ここの手続き論なんかをまずしっかりとやっていただいてその上でねいわゆる成果連結という呼び方をするんですが年度独自の修正当年度においてですか親会社子会社の間で行われた取引事実に基づいて ね、連結修正手続きを取らなきゃいけないよっていう論点に移行するという流れになるんだけどねまあ連結っていうのは大西といってそういう傾向は強いんですけど今回のこの問題はあの開始分けの領域が必要なデータが揃っていないのでちょっとこれ自分で出さなきゃいけないですよ。だからそういった部分が含まれていたりするからちょっとねこれどうかな あのー、ちょっと連結は生産表自体そんなに解き慣れてるものでもないしね、えー、返し分けもちょっと複雑なものになるな,なってくる以上はまあできるところだけやっとこうかというつもりでね、まあ、極端な話問題資料で当たられた PCS 社会の再検査務データとか載ってたじゃないですか結構量ありましたけどねであんなものの総裁手続きなんかをどん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 一生懸命やることによって まあ部分点拾っていこうよというふうに視点を切り替えてもらう、えー、それがうまいこといけるんだったらばまあはするんですただそのためには前提としてねあの連結以外の問題はやっぱちょっと取り切ってもらうぐらいのおつもりでやってもらわないと多分ちょっと厳しいよね。 で特にまあこれはもうここのとこずっと続いてる傾向ではあるんだけど今回のやはり第4問第5問工業武器の領域ですねちょっとこの工房はですねやっぱ例年通りっていうのかなちょっとやっぱ満点ペースで行ってもらわないといけないような気がする。で工房をまず満点ペースで取るだけ取っていただいて。 でその上で商業簿記分野でいうとちょっと第3問の連結が非常に重いそれに比べれば第1問第2問の仕分け問題であったりだと有価証券関連の勘定金融ですねえー、ここら辺の話がですね比較的まあ作業としてはやりやすい部分もあるのかなという気はするのでそうするとですねそうだなまあ当然パートパートでね、えー、うっかりミスなんかによる失点だたら当然出やすいんで えー、全部が全部満点とは言わないですけどもあのでも第3問であまり大きく点数を伸ばすことができなそうだという判断が最初の段階でついていれば基本的にはやっぱり問題回答順序は第3問一番微力結ですね,ねそこに至るまでに 1, 2, 4, をとににかくく重点的に解く、ね、でそうすることでそうだね当然全ての問題7割以上じゃ ね、第三問がそんな点数伸びなければまずいわけですから、ああ八割とか八割五分とか、ああそれぐらいの比率を目標にして、すべての問題で対応できるように、えー、ちょっとやってやっていただかないと、まあおそらく合格点数七十点という視点で見たときに結構厳しくなるんじゃないかなっていう気がする。で、僕が一番やっぱり気入したのは、あのー、これ第三問見たときにね。 やる気をななくすっていうのかなこれ分かんねえやっていう話になっちゃって問題解くのをちょっと諦めちゃう人がいないかなっていう気が僕は個人的に結構しました。で問題見た時にまあそこまではいかないでもわ連結の生産表だよなってねで実際じゃあ生産表作ろうぜと言えば、まあ、当然問題の流れとしては返し枠からやりましょうと。 いうののが本来の筋ですからああその開始分けの領域、ね、去年までした連携修正再現しましょうか話になった時にまあ結構そこでもう心が折れるで心が折れてしまうことによってまあ与えられた資料に基づいてやればよかっただけなんですけど債権債務総裁とかで結構悩んじゃういうところはねあんじゃないかなっていう気が僕すんだよね。 でそうすると下手すんともう第2問あっそれ第3問時代特にやめちゃうっていう可能性もあるからそれが本当に怖いんだよね。で、ね、結局まあ回答自体は諦めずにねできるところまでだけでもうしっかり埋めとこうよというスタンスで回答手続きを仕切っていただければまあなんじゃかんじゃでね合格点数ってのは達するのかなっていう気はするんだけどもまあでもちょっと厳しいかな。 ああいう気がしましまたねだからまあちょっとここのところずっと続いてる傾向ではあるんですがうーんちょっと厳しい問題かなだから僕個人的にはですけどねまあ外れてくれればこれに越したことはないんですがあの全国的な合格率もちょっとこれまた下がるだろうね。えー、かといってまあ11%とか12%とかってことはないとは思うんだけども。 うーんでも20%台下手すんとなんじゃないかな勇いう気がするー20%台っていうのがまあ20%前半ぐらいですーちょっとそれぐらいまでは下手すんといっちゃうかなっていう気がするんだよねちょっとそれぐらいねやっぱ第3問のうーんそうだな ちょっと問題の出し方が受講生さんにとっては苦痛だよね。厳しいよね。っていう気がしました。まあ、今現在のね、試験制度、出題範囲のことを考えれば、まあ、それだけでいいやな、な当然何の問題もないわけですけど、ただまあ、ちょっと厳しいな、いうのはやっぱ率直な感想ですね。 で、まあ本当にね、もう取れるとこだけども解いていきましょうっていうスタンスをしっかりと持ち続けていただいて解答ができたかどうかだとは思います。で、その前提で、 ちょっとね、各問題について少し概略を一つ一つ話しますとまず第1問第1問の仕分けの問題に関しては、まあ、今回も初めての論点が1個出ましたあー昨今の試験制度変更に伴ってね、えー、追加されたのは資料失礼説明3番ですね係数変動で係数変動株主資本の係数変動に関する取り扱いが出ていたんですがまあこれ自体はですね内容をしっかりと理解しといていただければあー何の問題もない。 論点だとは思いますただそこまでしっかり抑えきれてるかっていう問題はあるね。ねもしかするとちょっとそこが曖昧になってしまってると厳しかったかなという気はする。で説明3番あたり見ると株主総会決議と経てその他資本上金90万円びっくり子利力上金60万円それぞれ準備期に組み替える。で準備期に組み替えるやつってんですが係数変動ってのは大前提ルールがあってね株主資本っていうのは大きく分けて2種類に分かれるわけですよ。 株主からの出資分によって構成される株主さんから元手として出してもらったお金によって構成される資本金と資本上金これを合わせて払い,コミッションいですねでまずこれが1種類目のグループでもう1個が稼ぎ出した儲けによって形成される利益上金株主さんから出資を受けた払い込み資本と。 それれを活用ししててて稼ぎ出した儲けによって形成さで利益条件の中には利益準備金と任意積み立て期と繰り越し利益条件があるとこういう話なんですけどまあ大きく分けてね元手と儲けっていう部分については株の意思は明確に切り分けなきゃいけないっていう大前提があるんです。ですからこれは係数変動に関しても同一なので原則論としてね同一属性内部での組み替えっていうのはできるんだけど属性の壁をまたる組み替えっていうのは原則としてダメなんですよ。 だから今回の事案はあくまでも原則論で対応するべき話ですからその他資本剰余金と使う繰り越し利益受金をそれぞれ準備金って名前が付く項目で振り替えましょうとでそうするとね払い込み資本であるその他資本上金同じ払い込み資本である準備金に移したいって言った時に払い込み資本に該当する準備金ってのは資本準備金のことですから従ってその他資本上金は当然資本準備金にしか移せない。で同じようにですね 流保利益っていうんですけど稼ぎ出した儲けによって形成される繰越利益助金は同じ稼ぎ出した儲けを意味する利益準備金流保利益内部での組み換えしかできないんですね。でそこをしっかりとご理解いただいておかないとですね単に準備金振り替えますよこれだけの問題文ではやはりねいかなり準備金に移すのかっていう判断ができない。でこれははですね僕あの問題の出しし方としては ちょっと問題解く受験生さんにとっては酷なところもあったかもしれないけどでもこれ自体は僕はは僕問問題題としては問題ないっ,て言ったらあれですけどあの妥当な質題だと思いますよ当然係数変動を学習するそれはすなわち簿記の手続きを勉強する過程においては今申し上げた同一属性内部での組み換えを大前提としえ稼ぎ出した儲けを意味する留保利益は原則として払い込み賞に振り返ることはできないし。 株主さんから出資をもらった出資してもらった財産によって形成される払い込み資本が稼ぎ出した儲けを意味する留保利益に転嫁することもないでしょうよとこれが基本なんですね。だから属性の壁をというのは基本思考としてあるわけで当然係数変動というのが出題範囲になった段階でねそこは2級の受験生さんといえどもしっかり学習の範囲の中に入れなきゃいけない論点ですよという部分でございますから、まあ、そういう点を勘案されすれば。 資料3番あたりで設営出題されている、えー、各種剰余金の準備金組み換えこれはね僕妥当な出題の仕方だと思います正直言ってあのだからこういうね問題は今現在の動向を考えてもね、まあ、せっかく試験制度も変えたんだししっかりその理屈に基づいて処理が導出できるかどうかを問うという意味では僕はこの問題はいい問題だと思うで逆に言うと今後のね、まあ、勉強を進めていただくにあたっても ねえー、そういいいったとところをちゃゃんん見なきゃいけなきけだよそれが今の2級の受験で求められるものなんだよという一つのね判定指針にはなると思うんで僕はこの問題はね決して悪い問題だとは思わない。でその後に出題されてるカース薬なんかもまあカース薬はもう以前出題実績ありますけどねあ今回の事案に関してはカース薬まあ自己設定ですから。 で結局うにゃ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 ,うにゃういろんなこと言ってますけどもともとね取引アスリーの1ドル115円で換算した売り欠金を予約レート113円に換算をし直してで冷凍変動損益については加圧者損益で処理するらいいだけの話ですから問題としてはそんな難しくないと思でますよ。だから僕個人的な感覚で言うとだけど今日の第一問はうまくすれば満点は十分狙える。ねうまくすれば満点は十分狙えるしまあ2級の仕分け問題ですから。 あ通常通りっていうのかな1個や2個はできないものがあっても仕方がないその前提で考えればこれは3級同様ですね説問問とととしてののいうのはもうは大前提になると思うんですだから皆さん方も基本的にそれがまず前提としての目標になってるでしょ第1問の仕分けの問題で2つだけできればいいっていう人は普通いないはずですからあ3問は拾いましょうと。ね3問はし,しましょうってのは一般的に言われる話なんでその3問死守という観点からすれば今回十二分に対応できたと思います。 第一問だけで言えばねでそこはやっぱり皆さん方しっかりとこれは逆に言えば対応できるようにしとかなきゃいけなかった論点だと思うよ。でこうやってど徐々に徐々にねまあ仕分けの問題が一番多いのかな。あ近年ね試験範囲の中に加わってきた論点をちょろちょろちょろこういうふうに出してくるとこういうのがまあしばらく多分続くと思うんでまあ今日の第一問についてはある意味まあ妥当というのかな。 まあ僕個人的にはねそうだなやっぱり取りやすいような気がすんだよねよいしょこんなんあるんでしょねで、ここら辺の仕分けの問題さ全版見てもらってですよね回答を見てもらってねまあ思い出しをしていただくといいんだけど割引に関する処理なんかも結構維持だったしねで除却に関してはこれ ねえまあ皆さん問題文見てもらって分かる通りですよ。ね。まあ通常通りっていうか単なる受託でこれ累計額の計算も何もやってもらうことがないんでねちょっといくらなんだってこんなのやっぱ取らなきゃいけないだろうしで3番あたりもできるだろうしねで売上割り分の式揮的にの重当なんかを伴う売上割り分の設定でしょ。まあじゃあ結構ね今日第一問は取れると思うよ。で取れると思うよっていうか。 まあ、僕は個人的な感覚で言うともう極端な話満点ぐらい狙ってやっていただきたいなという気はしました。で逆に言うとね本当にもう今日は第3問以外のところでちゃんと点数拾っていかないと70点に達しないんですよねですからうーんちょっと第1問の仕分けの問題はそういう意味ではなんか僕作為的なものすら感じるんですけど、まあ、点数を取らすつもりで問題作ってんのかなっていう気はしましたよ。 あのー、だって除却で類計額を与えるなんていうのは、まあ、ないとは言わないけどこれ二級の論点かなっていう気がするでしょし,しない皆さん。ね普段皆さんが受験勉強する時に類計額なんか一生懸命タイムテーブルこさえて状況把握して計算やったりしてるじゃない。でしょで普通はそういうのやらせんのにやらせないんですよ。でそれは多分第3問で手失点するかなっていうのがあったんじゃないですかあーだかからなんかね 変に気遣ったののかかか何なのか分かんないですけどねちょっとよくこの論点を出すコンセプトが分かんねえんだけどおまあまあ意図的に第1問は点数取れるようにしてあるんじゃないですかね。だからちょっとその前提で、えー、対応はしていかないとまずかったような気はするよね。で第2問の有価証券関連に関する勘定金融なんですけど実はこれ前にもね類似の問題出てるんですよ。 見たこととあるる方いらっしゃると思うんだけど、ただその時はねあの感情自体が今回みたいに感情なんか設定されてたんだけど感情自体がちょっとあの残高式っちって,言って少し書きづらいやつだったりもしてるんですがそこら辺は今回標準式の感情にしてありますからまあ変なストレスは感じないように要は回答手続き自体で止まらないように、えー、多分やっぱりこれも配慮したんでしょうね。でさらに言うと、計算問題が、 具体的に2月1日以降12月31日まで取引内容があるんですけどこれ結構今回やりやすくないですかおそらくですけどまあ有価証券関連の公社債売買ですから当然破数利息なんてのは一つ大きな論点になるわけですが破数利息の問題を解いていただくにあたって多くの方々がやっぱり苦労されるのはえ日数計算なんですね。で日数計算がやっぱり混乱を生むところになるんだけども。 今回のこの問題はもう1ヶ月分の波数利息を受注しますとかねもう月単位で問題 C が出てるわけですからあその前提で皆さん利息計算やっちまえばそれでいいだけなんで二数計算いらんでしょだからそう考えるとですよあのー、一番この問題の中で煩雑性がありなおかつ受験生さんが後藤を出しうる波数利息のところがアシストバンバン入ってんで、えー、多分ね そうだ、ね、やっぱ過去問で類似の問題出てるんですけどねそれに比べるとだいぶ取りやすいだいいぶ取りやすいですーですからなんとかちょっとこれも頑張ってもらってね僕個人的には商業武器の分野の中で第1問第2問は今回取りどこの領域だと思いますよ正直言ってでちょっとそれぐらいのつもりでやってってもらわないと多分厳しいし えー、今回、まあ、回答詞が勘定になることによってね相手勘定科目の記入なんかもしなきゃいけないよっていうところがあったりするからそれによってですね結構回答手続きが止まっちゃうって方もいらっしゃるのかなっていう気はしますしますけどもうーんまあそこはなんとか頑張っていただいてねある程度ここで点数を拾ってもらうっていうことが必要だったような気がするんだよね。 でただまあ回答用紙の勘定もね一応二重線費との締め切りまでやってますんで当然資産性勘定については時期繰り越しで損益性勘定である有価証券リスクについてはあ損益勘定振り替えが必要になりますよってまあ当然の解釈ですけどね、えー、そこら辺も大前提として把握をしながら回答作りをやってくださいっていう問題になってますからうんちょっとでも意外とこれ厳しいかもねだから満点取り切るっていうのはちょっと厳しいでしょうけども 基地中に行われた具体取引売買の話であったりとかあるでしょでそこら辺の話をまずしっかりと仕分けを構築することによって、えー、各勘定にね関連するデータだけでも正確に反映ができるようにしておくとかあーそこら辺の手続きをねちょっとまあ皆さん方にはしっかりこなしてほしいなと。 いう,ふうに思いました、ね、でまあちょっとやっぱ第1問第2問それなりに拾ってもらうということは重要だったでしょう。で先に工業簿記の分野いっちゃいますけど第4問と第5問に関しては第4問は通常のまあ個別原価計算に基づく仕分け問題、まあ、いきなりあのシステム構築の受注でどうこうなんて言ってますからね少し問題の 出し方としては戸惑うところはあったかもしれないけどただまあこれ個別原価計算を前提する通常の仕分け問題であることは変わらないで今回の問題、まあ、プロジェクト番号ごとにね製造原価の集約やってくださいって話になってるんで、えー、対象となってるのが資料1番見た時に180201180202で2033本あるんですが、まあ、当然皆さんこの手の問題仕分けを答えていただく問題の解き方はもう変わりませんから。 皆さん仕分けを答え始めるにあたって当然一番最初みんな一連の取引でしょでこの取引仕分けをやれっつってんだからまず括弧1番からカッコ5番までの内容は全部見るよね。で全部見ていただければカッコ4番の段階で180201が完成しました。だから完成品原価を振り返りますと。言っとる以上は必然的に皆さん方180201の完成品原価は把握をしなきゃいけない。これがもう分かるわけです。でそうすれば計算用紙なり何なりに。 まあ原価計算表とまでは言わないけどねナンバー180201に関する原価の集計っていうのをやっていかなきゃいけないなこれをまず確認した上で節例1番に戻ってよ回答手続きなんかを取っていくというところになるね、えー、じゃないとあとでもう一回180201に関する原価を個別に集計するような二度目になりますからそれを避けなきゃいけないんでねでそこをしっかりとやればよかったでしょでその時にちょっと今回怖いなって僕個人的に思ったのがあの資料1番で 当月の直直接接材料消費量と直接作業時間だって話があって、ね、まあ201202203それぞれについての直接材料の消費量で直接作業時間与えられてるんだけどもこれさ今回仕分,仕分け答えていただくにあたって仕分け答えていただくにあたって製造完成の予定配布は仕分けなんかがあるからちゃんと皆さん方資料の2番3番使ってね予定配布率300円出してさ。 でそれに基づいて予定配布の仕分けをするってのはやってもらってると思うんだけどこれ仕分け答える作業が抜けてるから意外と抜けたら怖いなって僕思ったのは資料1の一覧表の下これちゃんとやった。ああ予定平均賃率を用いた直接労務費の予定消費高の計上。これ、まあ、やったよっていう人も多いと思うんだけどどうなのこれあの僕問題解いててちょっとこれ抜かす人いねえかなってそっちがすごい気になってね。 あのー、まあくどだけど180201の感染源が求めるときには当然この予定賃率1400円時間1400円に基づく直接労務費の予定消費だから出しとかないと180201の感染源が出せないからね、まあ、そんなの分かっとるはてしかもしれないけど意外とこれ仕分けを答えるわけがないからあの直接労務費の計上抜かしちゃってる人いるんじゃないかなって気が僕はしたんですよで いやそんななことないわって言われれればねそれまででなんですけど、まあ、やってくれてりゃ全然いいんですけど意外とね意外とね抜けてる感じがするんだよね僕。だそれ抜けちゃうと、まあ、当たり前だけど当然180201の金額合わなくなっちゃうんで。 そそううだなななちょっとれれがなけけばいいなっていう気はするけどねで、ね、逆に言うとそこだけちゃんと意識をしていただくことができれば第4問自体は決して難しい作業って多くないのででしょまあ普通の個別原価計算に関する仕分け問題といえば個別問題なんでこれはちょっとやっぱり満点ペースだろうね。でおそらくその予定のごめんなさい直接労務費の予定消費高を計上するそこが抜けてしまったとしてもですね カッコ4番以外は取れるわけですからちょっとここはやっぱり満点ペースないしはそれに近い状態を,を担保していただかないといけなかったかなというふうに思うで同じく言えるのが DAIGO も、ま、これは結構皆さんお得意な方多いんでねあんまり問題ないのかな言う気はするけどね、えー、今回これ組別ですで組別なんですが、まあ、いわゆるこれ組直接位に該当するものは 回答用紙に与えられている組み物総合原価計算表を見れば、もう明らかに原料費しかないんだと、いうのはわかるでしょで。逆に言うと、え今回ね資料2番見てもらった時に原価データとしてかかる費の予算額、年間予算とすか、えー、配布基準としての予定着接作業時間での与えられている。で、これ加工費をね、組製品 A と組製品 B に予定配布してくれって話ですから、これ加工費全体が組み関節だということなんですね、えー。ですからまあ皆さん方。 あまず加工費の年間予算を基準創業度予定直接作業時間で割っていただいて時間当たり4 5五0円配布率求めたらあとは資料3番で言ってた当月の直接か作業時間あこれを A 製品 B 製品ありますからそれぞれ予定配布率4550を乗じていただいて当期の加工費予定配布高204万7,500円と364万求めたらそれが回答紙の原価計算に記入するべき当月投入の A 製品、B、製品 B の加工費です、ね、でそれが特定できてしまえばあとは通常通り先入れ計算をやっていただいて月末しかかりんげんか等を求めればいい。でその時にまあ A 製品は幻想も何もないですからね。 普通に先入り計算やっていただくだけですからあんまり論点にもならなかったと思うんですが、まあ、B 製品についてては損が一部発生してますでこの幻想については発生点が肯定中途だってことは明示してますけども中途のどこか分かんないすなわち加工進捗度は分かんないんでこの場合にはもうゼロベース。 支店発生の場合と同様に捉えていただいて作業しなきゃいけないはずですから、ああその前提でね、まあ、皆さん計算手続きを進めるという話です。ただこの減損発生点、まあ正解分と減損のケース点が不明である問題っていうのは、もうだいぶ前からずっと出てる問題なんでね。だから皆さん方はそこら辺の対応っていうのはおそらく取っていただいてるだろうし、ちょっとね加工費の予定配布っていう行為が入ってくるっていうことに関しては違和感が。 あるなあっていうところはあったかもしんないけど逆に言うとこれ今回それやんない限りはもう過去こいわ分かんねえわけですから計算できないわけでしょで明確にそこら辺の手続きはやってちょうだいよということは言われておるわけですからね問題文で冒頭書いてあるからだからその前提で作業していただければまあ第5問はねえ十分計算はあまり時間かけずにも対応は取れたんじゃないかなという気はする。でやっぱりね と連結のことばっかり言って申し訳ないけどね今回の試験も全体見渡して本当に点数取りにくいよねって言えるのは連結なんですよ。で連結ですからまあその前提で申し上げるとやっぱりねここまでで第1問第2問の話もしましたけども、まあ、第1問第2問もそれなりに今回解きやすい部分もありますけどね。 前回までの試験同様今回もちょっとやっぱり工業簿記で取るだけ取っていただくっていうのはもう大前提になっちゃってるんですねだから工業簿記で大きく失点してしまうとですね商業簿記でそれを挽回するっていうのは結構厳しいねまあもともとに一緒の2級っていうのはそういう傾向はあったんですがただもう最近はそれが本当に顕著なんだね、えー、基本的にはもう工募で取るだけ取るだから理想で言えば工募満点ですよ40点 で40点取っといてもらってここまででお話しした第1問題にもねえー、それぞれで少しずつ点数を伸ばしていってで最後第3問の連結は返し分けの領域が面倒くさいだったらそこに変にこだわらずにですか分かるところとして債権債務総裁とか取引総裁とかあそちらに力点を当ててしまってですね,ね、えー、その段階で仕分けが考えられるものだけをパートパートで答えてえー 連携を作っちゃおうとこういうとううととととここいい形だだ思んよねねまあそういったことを勘案するとでする、ね、でちょっとやっぱり今回も工業武器でどれだけ点数を取れたかっていうのが皆さんにとっては極めて重要になってくるような気がします。で最後にですね残したのがこの連結なんですが正直言って僕僕個人的にはですよあのー、今日の段階でねここまでやってくんと思いませんでした。 あー連結総合問題まあ単発の連結の問題をね今回出題してきたんですけどまあ以前ですねもうすでに連結会計自体は出題実績がありますこれはもう皆さんご承知の通りえー、出題実績あるんですがただ前回の試験等でね、えー、連結出た時っていうのは連結会計自体は全体20点の問題の中の第2問だったんですけど6点程度しか点数来ないんですね。 逆に言うと残りが合併だったんで合併の部分でしっかり点数取っていただければ不合格にならないという問題だったんですが今回はもう100%完全に連結ですからあの連結以外の領域のものが含まれてないでその時にまずねあのちょっと回答用紙の話からしとこうと思うんだけど連結生産表今回作れっつってるよねでさ僕ちょっとこれが甚ははだ疑問なんだけど あのー、今回のうちの模範回答ベースで言うとですよよくこいしょ連結生産表作っていただくにあたってまあ左側のね P 社1社の個別財表欄これはもう全部金額埋まってましたがここね修正記入欄い,いわゆる連結修正を書いていただく修正記入欄ちょっとここさあのちゃんと指示入れてくれよって話なんですけど。 あの直接何にも言ってないからそれはまあ分かんないっちゃ分かんない話なんですがここねあの皆さん <laughs> 書かねえ方のが良かったよこれ結論から言うと生産表なのに書かねえって選択肢があるのかって話になるかもしれないけど書かない方のが良かったんじゃないこれって僕思うよ。 だから実際ね過去に1級の試験で連結生産表やっぱり出てるんですけど1級の試験ではここ明確に書いてあってね連結修正仕分を記入し修正記入欄ここは採点対象にしないってちゃんと書いてあるんですよで今回2級それ入れてないんだよねってことはもしかしたら採点対象にするつもりなのかもしれないけどただねそれって意味あんのっていう話でだってさあのこんなところ採点解除できないですよ例えば利益上金 これ返し分けの領域やっていくとフル,フル別個に書いてきゃ一コツ一コつ書け確かにこうなるんですがこんなもんだって別にまとめちゃいけねえなんていうルールはないんだからでしょそのことを考えるといろんな別解出てきしまいますんでこんなとこ採点箇所なんかしないでしょ普通。でもっと言えばえこんな回答用紙の枠に合わせて連携修正仕分けの切り方を覚えること何の意味があるんだって話ですからなんかそソ役の役目立たないもんねだからそそそうするととそもそもここんなところはね。 連結修正仕分けなんちゅうものはどういうふうに切らなきゃいけないのかルールはないんですよ。やるべき作業は概念としてありますけども修正仕分けの書き方自体に決まりなんかないの。でそうすると修正記入欄なんつうものなからね別解がいろいろ出ちまうんだからこんなものはいそもそも採点対象にしませんちゃんと書きゃいいんですよ。で書いときいいもの書いてないもしかしたら採点対象を加えるかも気なのかもしんないけどちょっとはなはな疑問ですね。なんで仕分けがきてんだったら ですか別に回答枠の仕分け枠作りゃいいやんね。と思いますよ。でその修正記入欄の枠の設定の仕方に合わせようっていう前提で仕分けを組み直すなんて言ったらこれ時間があってしょうがないですからちょっとねそこは不親切だこれ指示が。出すならちゃんと指示出さないとダメだこれね。でそういったところで多分この枠の設定の仕方によって混乱しちゃってですよ。でわかんねえもうダメだっつって諦めちゃう人だって出るんだから。 だこんなものは意味ないんんですよ連携修正し訳ななて、まあ、意味ないっつったらあれですけどなんつうたたかだか手続き論ですからなんなもんじゃなくって最終的に結局財料連結財料の記載値がいくらになるかそれが大事なんですからでちゃんとですかこんなところはですよ、ね、採点対象しねえってちゃんと書いと,けん書いときゃあこんなもん作んなくったっていいじゃん。 いつも通りの感覚で連携修正書は計算用紙に書いて個別財表合算値にその集計してここだけ書けばいいんだからそういうつもりで問題解いたのは良かったと思いますねでおそらくですけど配点箇所っていうのはもう財表欄しか来ませんに財務諸表欄しか配点箇所が来ないんで修正記入欄はどうせ採点見ないですよこれいやいや3級の生産表は見てるじゃん思うよね2級の受験生さんだから ね、やっぱり直近受けた産休の試験の感覚もあると思う。でも、多分ここ見ないよ。つか見ても意味ないし。まあこんなとこ採点箇所入れてんだったら僕は相当疑うね。ですかああ、それはね、採点の設定は割り。えー、だこんなところはも採点箇所何年だからどうせ。書いてないから受験生さん悩むんですよ。多分皆さんここでもうちょっと悩んだと思いますよ。書き方で。ね。だそこをもう割り切れたかどうか。こんなもんどうだっていいわと。 お財務諸評論だけちゃんと埋められるかどうかここだとねそこにまず視点を向けることができたかどうかこれ大事ですよね大事ですでそれがまずね判断としてできたかどうかじゃないかなまあ連結自体が2級から出る論点だから連結修正仕様権がちゃんと切れるかどうかをチェックしたいだから修正金選対採点対象に入れるんだこれはないとは言わない もしかしたら修正記入欄を採点対象にするつもりで「採点対象にしません」っていうのを書かなかったのかもしれない。知れないけどどうなのかね僕それ意味ないと思います。えー、ちゃんと仕訳を答えさせたいんだったら仕訳の枠作った方がいいんじゃないですかね、えー、と思うんだけどまあそれは何とも言えないですが。 まあでも皆さん実践的に問題解くにあたってはちょっとこんなもの枠に当てはめするんだけで大変ですから返し訳は特に大変ですこれ自分で考えた仕訳と枠の設定が違ってたら仕分けの書かで変えなきゃいけないって話ですからバカら,らしい話ないじゃんんなものはですね仕分けのやり方暗記するって話ですからでしょだってこれに合わせて覚えなさいって話やでしょ で仕ななんんんちゃ特に連携修正なんていいがあってらそれそでいいんですよだからこんなものをですね、えー、修正記入欄なんか書かせることはナンセンスなんでだからそこをねちょっとちゃんと書いてほしいんだよね出すなら出すでさえ枠に合わせるための努力をしなきゃいけなくなるんだからそれを受験生はやるんだからねえ。 そんだけの時間を別にくれんのかよって話ですよね。で組んねんだから、あのー、どうし再編なんか別かいろいろ出ちゃうんだからちゃんと書かないとダメですよ、ね。そういうの。でそういったところでね、多分皆さん方のあのー、集中力を削ぐというのかな、そういったところはちょっと失笑としてあるんだと思いますよ。ね。なんで書かねえかっ書きはいいだけの話だもんね。でだから基本的にはもうそこはねやめた方が良かったですね。でもう計算用紙ベースで仕分けを考えてやってもらってでどん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 それを集計することで。 えー、財務省欄の記載値だけを出すとそこにやっぱ特化するべきだったと思いますでその時にね今回まず連結でいうとこれ第2年度なんであのこれお配りはできませんけど今ざっと状況だけ書きますけどねこんなんじゃん本も時間の流れを示すとね皆さん方が子会社に対する支配権を確立したのは問題文資料1番で言ってますけど罰0年の3月末なんだってでこ,こ,でここら辺でここら辺で バツゼロ年の3月末でここで皆さん方は子会社を支配したで支配してますからまずここでは投資と資本の総裁やって BS だけ作ってらっしでしょねじゃあ今はっていうと今皆さん方いらっしゃる会計機関っていうのはここら辺バツ2年の3月末だっつってるでしょってことはバツゼ0年3月末に連結ね開始すなわち子会社に対する支配権確立して 一番最初の決算というのが1年の3月末なんですです今 ×2 年の3月末ですからざっくり言うとここ ×0 年3月末に支配権を確立したすなわち企業集団が出来上がったこっから連結始まってますんで、えー、この左側に書いた部分が連結に関して言うと第1年度になる。で今はっていうと 今第2年度なんです。でこれがなのでそうすると皆さん方連結の概念から申し上げればですよまずここ ×0 年3月末の段階で皆さん何やってんのって言ったら連結修正仕分けとして投資と資本の総裁とかやってるでしょ。 そうでしょ。投資とうの総裁やってる、ねで。それで連結の BS 作ってる。じゃあ皆さん前期末 ×1 年3月末は何やったんですかっていうと ×0 年3月末にやってた投資と資本の総裁消去これを去年の段階では開始分けとして再現してる。でしょこれを開始分けとして再現してる。 でその上で「×1 年3月末は」は年度独自の修正、まあ、すなわち税化連結っていう言い方しますけどねえ ×1 年3月末には投資と資本の総裁を返し分けとしてやったらばあい去年の段階でやってるだろう話何っていうとえこれ一番最初の時 ×0 年3月末の投資と資本の総裁やるとのれんが出ます。でのれんについてはすか問題 C によって計上後20年間で消却するって言ってるから まず1年3月末の段階でまずのれんの消却やってるこれやってるはずですでさらにですか子会社 S 社は支配権確立後配当の支出はやってないんだけどえ配当支出はやってないけどおそらく去年も利益は生んでるんですすなわち子会社利益のですかちょっと略すよ S 社の利益の 非支配株主持ち分に対する振り替えとかはやってらなんです。子会社が去年稼いだ利益を被支配株主持ち分に振り替えてますよね。この作業やってらざの。で、この一連の手続きが当期にとっては開始分けになる。まず皆さん方はその開始分けをやらなきゃいけない。土台作りのために。当期第二期だから。からそうすると。 一番最初にした投資と資本の総裁再現で次にのれんの消却を再現えでエッシャーが稼ぎ出した利益の振り返りをやるという話なんですがその時にねじゃあ皆さん×一年三月末すなわち前期の段階で子会社エッシャーはいくら利益を生んだんですかどっか載ってましたこれ載ってないんですよ載ってんのは資料の一番 P 社が03年、いいですか、ロ三年、×0 年、3月末に S 社発行済み株式の80%取得したと。で、この日の段階で、子会社 S 社の資本金、ちょっと下書いちゃいますけど。この日の段階で子会社 S 社の資本金は、えーっと、いいわけ ?10 万。でしょで、資本剰余金が2万。 で、利益常余金がいいわけ、3万かあったんでしょじゃあ皆さん ×1 年3月末における子会社一社の資本金、資本常金、利益常金いくらですか言ってないんですよどこにも書いてないんですよどこにも書いてなくって次にわかんの、ここ解答用紙の生産表を見ていただければはい、これ当期末における子会社一社の 資本金と資本上金と利益上金は乗っ飛んじゃん乗っ飛んじゃんそうすると資本金と資本上金は当期末の個別 BS 見たって S 社の BS に乗ってるのは10万2万だから、まあ、おそらくですけどこんな感じか資本金は結局支配権確立してから当期末に至るまで一切変わってねえとで同じように資本剰余金も一切変わってねえと 一緒で一緒なんだけどここだけ変わるんですよはい当期の回答用紙に示された生産表において子会社一社の利益上金いくらですか当期末の段階で利益上金6万なったでしょ当期末の段階で一社の利益上金6万円になってんですじゃあ6万円になったんですが、はい皆さんここに着目するここに着まするはい当期末の段階で一社の利益上金は6万円になってます はいその前提でこれ問題文で言ってましたが工藤ですけど子会社一社というのはですか皆さん方が支配権確立してから1回も配当金は払ってませんその前提で考えるとえこれ回答のヒントだったんですがここなんですこれねやっぱり当期の個別財務諸表を見ていただくと子会社一社の PL 見た時に子会社一社の PL 見るとね A 社は今年利当期純利益を2,400円生んでますって載ってんじゃん。載ってるよね。これどういうこと？これこういうことよ。去年の利益上予金、子会社 A 社の去年の利益上予金に対して当期純利益が生まれた分だけ加算がされるとこうだわね。当期純利益が生まれた分だけ加算がされるとすか？子会社 A 社の利益上予金は6万円。 ね、6万円になるんだとこういうことよだって利益常用金の増減要因って当期純利益で加算されて配当支出で減算されるだけだから,だからその前提を逆算考えれば前期末における利益常余金っていくらなの話よ前期末における利益常余金はいくらなのといったら当期末の6万円から2400円をさっぴいていただければれこれ57600円だわいと ね、こんなんかあこんな状況が、まあ、当たりとしてつくんじゃないのわかる当たりとしてつくんじゃないのという話が分かるわけですよ。でしょね。こんな形になるんじゃないですかというのが当たりとして分かるちゃんと。ね。 いう話よだからその状況を、まあ、まずもって皆さん方お読み取りをくださいよと。ですかいうお話。でそこら辺の話を読み取ってもらえればはいここじゃん。ね、えー。子会社 A 社皆さん方が支配権確立した時に子会社 A 社においては資本あ利益上金は3万だったと。ね ?3 万だったと。でこれが。 ああ前期末。利益上金5万7600円か。これになってんじゃねえのと。こういう話。だその増減過程というものをしっかりと追っていただければそれでいいと。ね。あー、ごめんなさい。これ2400円とかした2万4000円ですね。ごめんごめん。2万4000円です。2万4000円。こうだよね。失礼失礼。2万4000円。 ね、小、えー、会社一社の当期純利益2万4千です。2400って書いちゃった。ごめんね。2万4千です。で、2万4千ですから、そうするとここ国ここが3万6千だ。失礼。子会社一社の当期末における利益上金6万で個別の PL 見ると当期純利益は2万4千なんですね。 で子会社一社は配当支出を一切やってないって言ってんだから前期末の利益常用金に当期利益の2万4000円が加算されると当期末の利益常金6万円になるで逆に言えば当期末の BS に載ってる利益常金から当期に S 社が稼ぎ出した利益の2万4000円を差っぴけば前期末における利益常金は3万6000円でしょっ分かるんですってことは支配権確立日の段階で3万円 ず 1>, 1年3月末の段階で3万6,000円まで増えてるってどういうことですかって言ったらはいこれ連結第一年度において S 社が稼ぎ出した利益が当期利益がね6,000円あったんだってこういう話ですよ。で皆さんこれを自分で把握しないといけない。でそしたら去年やってた返し分けとしてのれんの消却まず去年やってたのれんの消却は借り方がのれん消却額で貸し方のれんでしょ ただこれ去年の仕訳の再現だから借り方側ののれんし却額は利益上金ねこれに置き換わないといけない。でさらにえ去年やってた利益不りか借り方側がえ支配株主貴族純損益で貸し方側が支配株主持ち分だけど去年の仕訳ですから借り方側の支配株主貴族純損益はやっぱり利益上金に置き換わなきゃいけない。だから要は去年子会社が6,000円利益を生んでんだってことはこのうちのですか でですか、えー、ですか1200円 1, 円は非支配株主持ち分に振り替えやってるはずだよねってこれを把握していただいてですか返し分けやらなきゃいけないでしょこれが出てくるんですだからこれ難しいんですよこれこの問題。 だから支配減確率日における投資都市温の総裁ちゃんとやってで去年ののれの焼却再現、越車利益の振り替え再現そのためにはこれを読まないと越社の利益剰余金の推移を把握することによって利益振り替えるただそこまでで返し分けが終わりから要は土台づくりができるんで当期ののれん焼却当期の利益振り替えなどなどをやっていただいた上でね問題文でいうと資料2番で言っていた 当期のの取引の結果生じた債権債権務総裁なんんかをやるんですそうするとおそらく今回のこの問題に関してはいわゆるですか返し分けの領域が非常に難しいまあ今お話しさせていただいてもねなかなかパッとイメージつく話じゃないと思うんです。でその利益剰余金の変動内容を読み取ることによって利益振り替えに関してねえー、エッシャの側で、えー、当期利益がいくら生まれたのか。 連結第一年度で計上された利益を推定することによって、えー、支配株主持分野の振り替え手続きに移行しなきゃいけないって話ですから非常にこれは難しいだからあの正直言って返し分けの領域はもう端折ってしまってですね端的に資料2番で言ってる取引高総裁、まあ、売り書掛金買い書けの対応関係に載ってじゃないですかあここの部分だけにも集中してしまって貸借対象表や損益計算書それらに関するものだけでもしっかり解いていくとかね そういうい視点で問題解いていいてたただくとううのが一番効率性は高かったような気はしますね本当にもうこれは部分点狙いだよっていうふうに切り替えをしていかないとちょっときつかったかなというふうに思うんだよね。でまあなんちゃかんじゃいって1時間弱ぐらい時間やっぱかかっちゃったんですけどねあのー、これがまあ一応今回の第3問の趣旨なんですがまあその切り替えができたかどうかっていうのが今日の問題のコンセプトだから。 まあ結果論後から言えばっていうところになっちゃうけどねちょっとこの問題に関してはおだな第3問をとにかく後回しで後回しにしていただいた上で返し仕分けの領域は多分できません、えー、ですからあー資料2番で言ってる債権債務総裁の部分ちょっと集中してしまってですねそこだけでも何度か頑張って連結代表欄生産票の連結代表欄だけしっかり埋め切ると。 いいいうう前提でののご具体をいたただだければかかっっんとと思いますちょっとどうなのかなこれあの出題のコンセプトが僕らにもわからないので今現在ね「修正記入欄もしかしたらこれ採点するのかね?」っていう感覚はないわけではないんですけどただまさかそんなとこ採点対象入れないでしょうというところもあるので今回あえてねうちの模範回答予想回答の中には配点箇所から省きました。 でただねうーんちょっとまあそこは何とも言えないけどねでもまあ僕は個人的にはこんなものを生産に書か,かせることの意味が上がんねんで別にいいと思いますよ財料だけでねだって今までやったら2級の生産表は普通の生産表が出たってね基本的に財料欄しか点数つけてないんだから連結だからって修正記入欄つけるのかって話ですから,からおかしいですよどう考えたってね。ねでそんなのは 話としししておかしいし別に計算用紙に仕分け書いたって回答を出すにあたっては当然やんなきゃできない話なんだから別にいいじゃない。ねえ。材料欄だけ点数つけたらそれで答えは足りるんだから。あーそのことを考えるとですよわざわざこんなもん書かせる意味が分かんねえんだけどまあ書かせたっていいんでしょうけどねちょっと点数つけねえならつけねえってちゃんと書いといてほしいんですよね。でで意外ととんんなこと言っててついてたりするんでするけど まあつけるとすればちょっと僕は感覚を疑いますけどね、えー、コンセプトはよくわからない、えー、内容ではあるんですがこういうねちょっと書き方とかね回答要素を起こすにあたっての論点、まあ、それは状況判断能力だって我々はそこまでですけどねちょっとそういうところでやっぱり初めて出すようなものをね、あのー、混乱させてほしくないんだよね。 えー、ちょっとそういったところはちゃんと考えてもらわないとねいけないような気がするでまあ僕みたいな人間がそんなてね僕程度の人間が言ったでしょうがないけどそれはやっぱり答案作る側からすればね思うと思うよ普通に、えー、ちょっと入るは足んないね,ねそこら辺ちゃんとやんないとダメだと思うけどねうんでねまあうちのコーチ陣も 結構いろいろ感想あありますよ正直言って、あのー、うちのね2級担当の先生は、まあ、いいこと言ってた僕もそうだなと本当思ったちょっとさ連結を出すのはいいんです別に全然出すのはいいんだけど今回のこの問題まあ配点への配慮なんのかもしんないけどさどうなのっていう気が僕すげえすんだよねだって内容がね 結論的に言うとすげえ偏ってるんですよ。この今回の問題。3問目で円安でしょ。2問目有価証券だよね。で、有価証券つったって売買と満期だけだよね。でしょ。じゃあわざわざ新論点に入れた。その他有価証券の知識はどこで使うんですか？使ってないよね？で、子会社使ってないよね？で、仕分けの問題見たって商品売買絡み、自己取引である割引とか割戻しが多いんですよ。ですよね。 で減損減には固定資産の除却出してますけど固定資産の累計約算でとかやらせてないんですよ。それは伝統論点だからもうできんだろうって話なのかもしれない。でもえここで2級終わってねそのまま1級行ってですよまた1級も連結だったりしたら個別会計上の例えば減毛損の扱いであったりとか固定資産に関する減価償却やあ除却やあそれらに関する詳細計算を求めたり。 した場合の知識はちゃんと身についてるかどうかっていつチェックするんですかねで、駅務収益駅務減価の対応なんかも出題してんのにスタイル論点入れてんのに全く出てないよねなんかさすげえ偏ってんだよね論点があーでね近年二級の範囲って爆発的に増えてますよ正直言ってだから受験生さんたちは一生懸命その試験を受けるためにですよえ、いつもに比べれば今までの 制度改正前の二級受験生さんに比べれば非常に分厚いテキストを使ってね一生懸命いろんな論点を網羅できるように勉強してるんだよね使ってねえじゃん全然まあ試験だからそれまでそういうもんだって言われはそれまでだけどそれで本当に二級はいいのがね僕思うけどねいつ聞くんですかそれまさか一級でそんな話は聞かねえよねですかまあ聞かねえってわけじゃないのかもしれないけどね。 1>, 1級で2級で出すような問題出すんですかねねで逆に言うと連結と有価証券以外できなくったっていいんですかね意味がわからん。あーちょっと偏りすぎだと思うんだよね。僕それがねすげえ気に入らねえ。えー、僕が切りやねえかどうかはわかんないんだけど、うん、広げんだ広げんだっつってんだからちゃんとね全般的な知識ちゃんと履修したのかどうかを問うような問題を作ってほしいよね。別にいいんですよ連結出したって。僕はいいと思いますよ。ただ こういういね、ある論点に集約されてしまうような問題を出すっていうのはどうなのかね2級として別に1級でやれいいじゃんなのね一1級の人なんだから何聞いたっていいんですよね当然他の者のは対応するのは当たり前だからただ2級ですよこれえーって僕思いますけどねえーあんだけいろんなことをやらせてようーんで試験はこんな形たった問題でいいのかねって僕は個人的に思う ねあんまりちょっとそこら辺のことは考えてないのかなあーじゃあ山あかけて連結だけやってた人は点数取れるよね連結なんて別に他の論ってできなくたはできんだからでしょ仕分けなんか定型なんだからそうだよねそういうことだよねね有価証券と連結を徹底的にやって商品売買の割引だの何だのやってれば結果論ですよそれだけで受かっちゃえよこれ。 あと5秒頑張ればそれでいいのかねええー、って僕は思う,うまあそんなのはあんまり今回の試験には関係ないけどね皆さん思いませんそうやってなんかねちょっと問題としてどうなのかなっていう気がするねあそれまでにいろんな論点が聞かれてる一級の受験生だったら僕はいいと思う32級でいろんな基礎的論点が聞かれてるから今まではそうだったでもまだ2級ですよこれねこんな偏った問題が 出ていいのかねまあコンセプトは僕なんか決めることじゃないからねまあ所詮僕が何言ってもどうにもならないんだけど皆さんそう思いはないだって皆さんすげえいっぺい勉強したでしょいろんな論点覚えなきゃっつってやったじゃん結局使ったのごく一部だもんねほうだよねねでもそれでいいのかねわかんないけどそこはどうお考えなのかは僕にはわからない 偉い人の考えることはああただ2級の問題としてはどうなのって僕は正直思う聞くんだったらちゃんと第2問だって考えさせるような問題するべきです,ですか第1問だって計算をさせるようにするべきです固定資産の処置なんつうものはどんな会社行ったって絶対できなきゃダメなんです当たり前でしょそんなことは僕なんか言わなくったってお別れだと思いますよなんでその計算させないんですかね意味がわかんないね えー、配慮っていうのはそういうふうに出すもんじゃないような気がするけどね。えー、ちゃんとやったことを、ねえー、しっかりと身につけたものをしっかり出せれば点数上げますよってそれが配慮だんだってちょっとなんか違うような気がするんだよな。まあ文句ばっかり言ってもしょうがないんだけどさ。でもね、まあ、皆さん方もいろいろちょっとフラストレーションを感じるような問題だったかなっていう気が正直します。えー、ただまあ過渡期だからしょうがないのかもね。 いうところはあるんだけど、まあ、おそらく今回の試験に関してはリーズはちょっとと下がると思います、えー、僕は個人的に思うのはそうだなある程度まあ難問が続いてる2級だから、ね、皆さんがだからそこはね第3問等の出題形式に耐えることなく、まあ、できるところだけしっかりやっていこうという風に視点の切り替えがちゃんとできてればね そこまで率は下がんないような気がするけども、まあ、一般論としてはやっぱり第二問の問題等を見た時に繊維を失うというかあ混乱をするとで一つの問題が丸々解けないっていうふうに自分の中で思ってしまった時のインパクトって非常にでかいんですよねだからそうなると他の問題もやってもしょうがないぐらい思っちゃう人結構いるんでそういう人があまり出ないことだけを願います <laughs>、えー、だこればっかりはどうなるか分かりませんがねまあ 今回の試験はそういうういいい問題だったとこういうところでございます、うんねえーまあ、何しても皆さん方あーとりあえずここに至るまでね一生懸命勉強していただいたというのは間違いない事実ですからあー変にね、えー、できなかった方も気にする必要はないしできた方はできた方でね良かったなというふうに思っていただければそれでいいと思うんだけども、ね、少し。 問題の出し方にやられてしまった悔いが残るなという方もいらっしゃると思うんだけど、まあ、そういう方はねあのー、変に気用事なんかすることないやっぱりちょっともう少し配慮が僕は欲しかったなっていう気がする、ねえー、僕はそう思います、えー、ですからあのー、まあとりあえず今日至るまでねしっかり皆さん方勉強されてきたんだから、ね、あーそこはですよ ね、えー、ゆっくりとお休みを取っていただいてまあここまでのねえー、疲れをしっかり取るようにしてくださいよなんか最近はねだいぶ落ち着いてきてみたいだけどまだまだそうは言ってもインフルエンザとかも流行ってるもんねで明日は東京の方は雪が降るらしいです朝からねえ嫌だね寒いから。 で疲れてる時にやっぱり気温がまた急に変わったりするとさあのー、気も抜けるじゃないけどさ試験終わった後やっぱ体調崩しやすかったりもするの実際だからさちょっとまあそこら辺はねあの皆さんあー意外と思ってるよりも疲れ溜まってるんでね、えー、しばらく23日はリフレッシュしてさで少しね、えー、今日の問題なんかはもう一回23日経ったら見直しはした方がいいと思うよ。 ねえどういうところでどのように間違えてしまったのかそれをしっかり補正しておくことがここまで勉強した知識を自分の中にしっかり残す、ね、それにつながるわけだから、ね、資格なんちゃら取ったら終わりって時代はもう終わってるんだからあしっかりと勉強したものを自分の中に取り込めるようにねそういう見直しってのはしといた方のが絶対皆さんのプラスになるからね。 いいすかはい。ということでね、まあお過ごしください。ちょっと長くないちょっちゃって申し訳なかったんだけどね。まあ、工藤ですがあ、2級回答速報自体もアップしておりますんで、そちらでご確認をいただいてですね、何か疑問点等ございましたらば、レックの方にお問い合わせをいただければと思う次第でございます。で、さらにですね、えー、最後1点だけご案内なんですが、私のモレックではあー、直近3月に入ってからですね、あのー、上位級に進学予定されてる方々に対して、あのー、試験、 特待性試験じゃないんだけど割引実施するための特待生的な試験をやりますでまあ2級から1級に行こうという人に対しては2級レベルの問題をやってもらったりするんですけどもあの得点率に応じてね割引チケットを差し上げますで100点取ったら100%割引だから1級ただします。 あのこれさすがに僕らもそれは出ねえだろうと思ってたんですけど去年 3, 3人も出ちゃってあのうちの作文者がえらい怒られたっていうですね、えー、3人も出ちゃったんであ,のあんまり皆さんそんな本気になってまあまあやってくれいただいて結構なんですけどねあのやっていただいて結構なんですけど実際そういう人もいる。で100点じゃなくても 70点とか取っていただいたりね、えー、しただけでもそれなりの割引率は設定してありますんで、まあ、ホームページでね、えー、そこら辺のご案内はちょっと入れさせていただいてますから、あ興味があればね、ぜひご自得をいただいて、ね、お時間ご都合が合えば、ふるってご参加いただければというふうに思います。はい、以上で、本日の回答解説は終了となります。皆さん、お疲れ様でございました。